ナショナルズ1、2ドジャース、25日、ワシントン、ドジャースの大谷翔平選手が、2番、指名打者、で出場し、4打数無安打。10試合ぶりのノーヒットで3月30日から続いていた連続出塁試合は22で止まった。打率は358に下がり、この日の2安打で打率を、 374とした同僚のベッツに首位打者の座を譲った試合終了時。試合は先発の山本義信投手が6回無失点の好投で2勝目。チームは今季2度目の4連勝を飾った。最速159キロの5ワンサワンゴアの初対決。大谷は初回の打席は空振り三振。見がしストライク。 外角158キロ直球を空振りの後、高めのボール球158キロにバットは空を切った。1点リードの3回虫2塁の後期はカウント1月1日からファウル2つ、ボールを挟み、6球目、外角ボールになる156キロ直球に空振り三振を喫した。悔しい表情を見せたのは5回1死1三塁の絶好期だ。 初級、外角スライダーを打って2ゴロ併殺。1点リードの僅差の展開。4回まで2アンダム失点と高騰する山本を援護できなかった。8回の打席は先頭で死球を選び出塁したベッツが2投に成功。牛2類の得点機だったが、3番手右腕ウィームズに対し、フルカウントから内角ボール気味の154キロを打って未納に倒れた。 イブいイ打球音でバットは折られた。